お待たせいたしましたではこれから第9回ルックレック画像診断勉強会を始めたいと思います今回のテーマは簡単水の毒栄正常編です司会を務めさせていただきます医学部あ広島大学医学部5年の黒崎かなと申しますよろしくお願いしますそして、えー、今月もお世話になります <laughs> 霞クリニックで毒栄をされております島村先生ですよろしくお願いします今月もよろしくお願いします では最初に本日の流れを説明します。本日えー、最初に勉強会について諸注意を行った次に本編に移ります。えー、そして質疑応答を得て最後に今後の勉強会のご案内をさせていただきます。まず最初に本勉強会は後日配信のため録画をさせていただいております。ご了承ください。 参加者の皆様による勉強会の録音・録画はご遠慮ください万が一回線機材のトラブルが発生した場合は学生団体 MNIST のツイッターでお知らせしますのでぜひフォローをよろしくお願いします勉強会終了後に勉強会に関するアンケートへのご回答へご協力ください概要欄に、えー、リンクなどを貼っておりますのでぜひご覧ください でえー、質問や感想は履歴には残らない設定にしておりますので気軽に YouTube のチャット欄にお寄せください。適宜お答えをしていきます概要欄を開いていただくとリンクが貼ってありまして CTMRI 画像を実際にこうスクロールしながら、えー、見ることができるのでぜひぜひご活用くださいはい。 でちょっと最初にチャットの、えー、仕様の確認ということで、本日の勉強会をどこで知りましたかということで、チャットでぜひぜひお答えください。結構毎回、あの知人の紹介などが結構多くて嬉しいところなんですけどいいことですね。ちょっと今回はどのような感じでしょうか。あ一学年来、ああ、学年来、広島の方ですかね。お、ツイッター SNS 見てくださっているのは嬉しいです。<laughs> はい、そんな感じですかね。どんどんチャットもあの送ってくださったらあの、感想とかでもいいので <laughs>、ぜひお寄せください。はい、では、本編に入っていきたいと思います。で今回は、「簡単水の正常画像」ということで、最初にえ正常の CTMRI を用いて、まあ、解剖からおさらいをしていきましょうということで <laughs>、よろしくお願いします。はい でですねまあ、今回、はい、あの消化器の中で特に、まあ、肝臓、胆の膵臓と、はい、そういったところですね、うんまあ、なここが一つの分野としても分かれているのはやっぱりちょっと難しいからというのがあります。ただ、ねうんででね、そんな難しいというのはあの、一回構造だとかやり方分かってしまえば、ある程度なんか何があるのかなというのは分かりやすくなってくるので、一個一個見ていけばいいのかなというところです。よろししくくお願いいますここれ見ていただくとあの、まあ、CT なのので 患者さんを、横たわった患者さんを見ているというところです。こちらがお腹側で背中側。なので足から見てるとすると、右側がこちらになりますね。はい。左側がこちらになるという,、はい、と,いうところです。で、まあ、一般的には肝臓っていうのはお腹の中で、まあ、この半分に割ると右側の方にあります。はい。左側に何があるのっていうと、まあ、脾臓がここにあるわけですね。うん、はい。 見ての通り、この2つっていうのは、よく似た色をしていると思うんですけれども、ねはい、この2つは、まあ、脳内系というふうに言われています。ね、まあ、肝臓っていうのは、まあ、人間の中で一番大きな臓器と言われているぐらいなので、はい、非常にこのお腹のこの一画面で見ていただいても、大部分を占めているかなというところです。はい、じゃあ、これ、どういうところにつながってるんですかというと、消化管ではあるんだけれども、まあ、管っていう消化器ではあるんだけれども、消化管ではないので、でね、はい。なので、 あの、お腹から、あのその直腸を通って、肛門までっていうところの、そこには連続はしていません。はい。なので、外界とは繋がっていないっていうのが、うんうん、まあ一般的です。はい。ということは、外界と繋がってないということは、うん、まあ基本的にはエアーがない臓あり、ね。あにそうます、ね。入りようがない,、はい。入りようがない。ねうん、とはいえ、例えばその単汁を出すところだとか、<ー>そういうふうな二指腸にくっついているので、はい、まあそこから逆流してしまえば、 エアが入ることはもちろんあります。ただまあ、一般的には空気が入りづらい。まあ、ほとんど入らないし、うん、入りづらいような臓器だというふうには思、はい、っていただければいいかなというところです。はい、はい。ではですね、まあ、この、こちらは足から見ているので、こっちは右ですよ、うん、こっちが左ですよという話はさせてもらったんですけれども、肝臓もこう見ると、どっちが右、どっちが左でしょうというところですね。あこの中でいうと、こちらが右側。右で、ここが左側になっていきます、はい。そうですね。 ウヨといいう言い方をしますあ肝臓というと、まあ、いろんな分類があると思うんですけれどもあま,、ね、まあ何からどういう説明の方が、まあ、分かりやすいかというところですね、うんまあ、それで見ていくと、まあ、一般的なのはどういう分類でしたやっぱりあ分類肝区域ですか分類,分類の名前ですか名<前>、えっと 杭の分類の読み方がそういうすねありますとこの分類で見ていくというところですこれじゃあこの絵はですねこの絵自体は別にいろんなところで見てきたと思うしの作用に S2S3 があります右行に5 6 7 8があります4というのは分類の仕方によって違うけれども一般的にはこの右行に 分類されることが多いですよ。みたいな、はい、そんなようなことを。を多分皆様覚えてると思います。すね、はい。で、えー、まあ、それぞれ、例えば、一が美女用でだとか、はい、そういった言葉もあると思うんですけれども。うん、これ、見せられて。うん じゃわかるのかっていうところなんですね。いや本当にそうです、ね、<laughs> あの慣れてくると、うん、まああ、大体この辺ねっていうのはわかるんだけれども、最初やっぱりちょっととっかかりとしては、あのこれを理解するまでに少し時間がかかるかなと。いや難しいですね、さらにこれを画像で見るっていうのが、やっぱり慣れてないので、学生としては、学生だけじゃなくて、研修医も慣れてないし、一般的にはなかなか慣れにくいところです。うん はい。じゃその中で、じゃあ、ちょっとどうやって見ていくのかと、い。うところを少し練習していきましょう。はい、お願いします。はい。でえー、上の方ですね、頭の方。まあ、この灰があるので、こちらが頭側で、うんうん、そのまま下がっていくと、尾速。腰側の方になってくる。はい、これは大体わかると思います。はい。まれ、あ、ちょっとこちらで見ていくと、えー、ごめんなさいね。はい。この今、 緑のラインがついているところ、ここがですね、えー、今、どこにあるかっていうのの位置を示しています。はい、このラインの位置で今、水平段を見ているということですね。それをですね、まあ、こうじゃあちょっと拡大してみておきましょうか。なので、横隔膜下にあるのが、あこちらが上の方だし、遠足になるし、はい、下の方、腎臓のあるあたりっていうのが微速になってきますと。はい、はい ね、じゃまずこれ分かりやすいので外側左作用の方からちょっと見ていきましょう、はいはい、で外側がはですねこの微側の方にあるこちらにあるのが2番ごめんなさい3番ですね番になってあ番、はい、上にやって2番になっていくというところですでこの見ていくと2番3番があってそのここにんなんかこうくぼみがあるじゃないですかありますねこれ何何ですかこれあの カカ脈そうですね。肝釜上肝膜があるとですね。見えますね。結構はい。一回言われると、まあ、これ見えるようになります。そうですね。はい、でここれなんかちょっと小さい線、丸っこいものがあると思うんですけれども、はい、これが肝釜上肝膜静脈というようなところになってきますね。すごい見えるんですね。結腔、はい、がこう見えてきますと。<ー>はい、まあ、これ、じゃあどういう血管ですかっていうと、見ての通り、こう、脈の近くに来ていますよね。来てますね。はい なので、例えば、その、もみあかつ更新だとかがあると、基本的には上から下にこう流れてくるものなんだけれども、上え、静脈が拡張してしまうと、こういうところも拡張することがありますと。なるほどとこです。で、このカン上冠膜を通って、隣にあるのが、これが4番 S4 になります。はい。ここまではよろしいですか大丈夫です。大丈夫です。はい。今のが、そうですね。左側から見ていった。はい。2、3、4番ですね。はい。で、次、5、6、7、8。 になってきます一、はいうん、番どこなのっていう話になるんですけれども、一、はい、番はあのこ、この下大静脈、うん、ちょっと分かりづらいかな。少し絞ると分かり,づら分かりやすくなると思うんですけど、はいえー、下大静脈ありますよね。はい、下大静脈の周りにこう、取り巻いてるのが、はい、これが一番。一、ね、番、微上用。微上用になります。はい、で、えー、この残り。 が右上になってくるとここは S4 でしたね。S4、うん、があって、残りになってくると。はいはい、で次、5678なんだけれども、えー、どうやって覚えていくかっていうところですよね。うんはい、上が78、下が56です。まずは、はい。数字が大きい方が上。上はい、頭のが側にですね,、はいねえー。こちらの尾側に56がありますと、はいねえー。こちら4番がここにありましたよね。うん で4番の隣に、まあ、5番があるんです。あ、わ、ね、かりやすいですね。スクが5番です。5足が、はい、5番があって、その後ろ側に6番があります。はい、そのまま上持っていくと、連続で7になります。1>, 1個前に戻って8になります。はあはあ、上下関係なんですね。そうですね。はい、だからこの、 最初に4の隣が55の後ろが 6, 6で頭に行って7で8というような感じでぐるっと一周これでしますよね。はい、であこれってどっちだったっけ78ってどっちが7か、うん、どっちが8だったっけというのが、まあ、迷っちゃうと思います。そうなった時は、まあ、足し算で見ていくとよくてうん、うん、5番と8番これあの肝臓の右辺の中で前の方にありますよね。前側、はい。ここが足すと13になります。13 13ですよね。5と8なんで。ね、この後ろ側、6と7なんで、足すと13になりますよね。お。ので、迷ったら、足すと13になるってことを覚えておくと、これで上と下の合計値はまずこれ一緒になりますね。5と6が分かれば、7と8は分かります。でも4の次は ?4 の次、5ですよね。だから4にくっついてるのは5だあもうじゃあ間違いはないですよね。間違いなですね。なんで、ここ四4があって、4の隣にあるのが5だと。 くって言ってるから五番。で、五の上はたす十三なんで、八ですよね。で、見てもいいし、五の隣は、五の次なんで、六。ああ、六の上は七。ええ、結構。うに見ても、いいので。はい。まあ、どちらから見ても、もうこれで。そうですね。覚えていけるかなと。うん、うん、うん。そうですね。十三がキーワードといただい。そうですね。その通りです。はい。そんな感じになっています。はい。となると、今度は、その。 今上と下っていう重なり方だったじゃないですか右側の肝臓がじゃあどこで上と下を見分ければいいんだっていうちょっと疑問が多分湧いてくると思うんですけどそこだけは静脈ですねあ静脈があって静脈より上が78のグループだしこの右肝静脈より下が56になりますなるほどなるほど静脈で分けられてるっいうことが一番見やすいかなとはいこの右肝静脈ですね上の方に行くと これ中間乗脈があるんで<ー>そこがあ、マカンカマジョーカマークの間が S4 になってきます、うん、残りは外側、はい、まあこの最後の方になってきますねこんな感じで分類してみていますはい。いやだいぶクリアになりましたかね皆さん <laughs> どうでしょう多分結構試験にも出やすいですけどもちょっと苦手意識がある方が多いかなという印象なのでちょっと力試しということで ちょっと症例を用いてあの肝ん区域を見てみようということで、うん、肝脳法のちょっと患者さんの症例を使用していきたいと思います。うん、ぜひあの概要欄にコンサルリンクがありますので、えー、肝脳法と書いてある、えー、リンクを開いて、ぜひスクロールしながら一緒にご覧ください。 どうでしょう皆さんちょっとコロコロしながらこれ S の何だろうということでちょっとあのチャットでぜひぜひお答えいただけたら嬉しいんですけどもまず1個目ここですよね大きいですねはい1一つかなり大きいあもう一ここあ、ね、1もう一つおおちょうど最後かな あ、あいいっぱいありますあここにもあるんだけれどもまあちょっとこれ小さいんで3つやってみましょうか、はい、まず1個目これはどうですかね。1>, 1個目皆さん何番だと思いますかどうでしょう <laughs> コロ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 見てくださってるかな <laughs> まずはあでもこれ結構大きいですよねなんかあの 管区域で一つの間空域に収まってるとは限らないこともありますか、ねあ,まあ、あまりにも大きいと、あっぱれしちゃうんで、はい、本当は正常管理室がどっかに行っているんでしょうけど、まあ、たまに分からなくなるだけはもちろんありますなる,ほどなるほど、そま,またいでいるというか、まあ、どちらかの間ぐらいということも、うんね、それでもあります結構あったりはするんですかね。もちろんあの、まあ、この例えば S78 教会にあるだとか、うんはい、56教会にありますとか、ね、58教会にありますというのもあるんだけれども。<laughs> はいまあ この分類って人間が決めた分類じゃないですか。そうですね。なので、意図的にこう決めてる分類なんで、<laughs> でね、実際はどっちかっていうのが分かんないっていうのももちろんあります。あ<ー>ただそういう時、まあ、それでは僕らは教会にあるっていうような書き方をすることが多いです。どこにあるかを伝えるための区,区域のなので分かればいいかなといそう,そう,そう。 S4 にありますよと8人もおそらく1番かかってるんだけれども大部分は4にあるので4でいいと私も思います大きいのが S4 ということですねもう一つの小さいこれはどうでしょうこちらがどうでしょうか小さい方さっきのものよりは えとこれじゃあヒントで言うと何が映ってますか、はい、この辺これって何ですかこれは脾臓？これ脾臓はここですねヒがそちらですかこれ脾臓ですねここに映ってるのはこれは何ですかえ何がえ何か起ってますこれって何の臓器ですかねえー、でもかなり肺側にあってその位置 これは肺ですよね肺が映ってるってことはかなり等速ってことですかそうそうそう頭側にあるわけですよんかここに映ってるのは肺ですよねこういうところあ肺ですね空間というかここにも肺が映ってますよねかなりじゃあ上の部分ていうことになりますねそうですねちなみに腎臓はもうちょっと下にあるんでこれですあ当ですねしっかり映ってます肺が映るぐらいなのでこれは頭の方か お尻側かどっちだと思います。頭側ですね。かなり。じゃこれは右と左右を左右どっちだと思います。右をですね。となるともう七八のどっちかなんですよ。あそうかもその時点で似たかになるということですね。これ前の方か後ろの方どっちにありそうです。うわどうでしょう前。はい前だとするとここになんかまあ。あれが静脈なんですね。後ろですかね。後ろにある。となると七。 あ、まあそれで、大体ってるかなと。なる,なるほど、なるほど。最後のエクササイズ、これは、どうですかね。それはかなり、し、あ、膝が見えますね。膝が見えているスライスで。はい、えっと、右、右様で。さっきより下、尾足、はい、で、後ろ側、ということで。六。六番かなと。思いますが。<laughs> はい。わかりました。そ <laughs> れなんと、これが、は、四で。<laughs> はい。 読んで見てましたね。どっちかというとですね、これ、歌謡、うん、ごめんなさいと、と右余の中で、下の本の、うん、この辺に分けると、前の本にあるので、うんあ、どっちかというと、5番かなと思うんですが、 わかんないことももちろんいっぱいあるし、まあ、脳ほうなんで、どっちでもいいんじゃないって言われるとその通りだし、今回、良性疾患を使ってますので、どっちかというと S5 かなというところです。それか5、6、協会か、どちらかなというふうに思います。なるほど。いやこれはちょっとちょうどいい練習になりましたね。あちょっと質問をいただいてますね。 肺がある、腎臓がある、他の臓器の位置関係もヒントにして読影されているんでしょうか、うん、もちろん、はい、あの、大体どころら辺に何があるかっていうのは見ながらやっていて、え<ー>、この中で、まあ、ただ我々スクロールができるんで、1>, うん、1枚だけで勝負はしてるわけじゃないですよね。はい、なんで、まあ、こう頭の方から、この芯の方にこう見ていく中で、ほぼ微速にあるでしょうっていうところでも、これ5から6からだよねっていうのは、なんとなくまず分かっています。とはいえ、それが、あ ま、例えば試験だとかで、一枚絵で勝負しなさいというときに、そういうときは、ま、この周りを見ながら、どっちかなっていうのを調べていただけるといいかなと。周りの臓器を手がかりに、スライスの高さを考えてという感じになりますか、ねうん、で、そういうときは、こういうなんか、際どいところは多分出ないんですよ。うん、あ、まあ、そうですね。どっちかなっていうのはわからないけど。あ、そうじゃないといけないから。はい、ないので、結構どっちでも取れますよねっていうの出ないと思うので、もう明らかなものしか出せない。うん、そうですね。もうドンとエ8 <S、うん、みたいな感じですか、ねはい。思います。 なんか他に指標となる臓器何かあれば教えていただきたいですいてます、まあ、そうですね、まあ。まず心臓見えたら上の方だな。住宅、ね、の中にあるし。って、うん、いうのもありますし、まあ。例えばこれ胃がありますよね。ああ、いいですね。で、膵臓が見えてますよね。はい。で、膵臓と腎臓とかあるところにはもう結構お腹で言うと、もう下の方になってるんですよ。はい。まあ、これちょっとわからないかな。これで言うともう結構お腹のもう。あ、ほんにそうですね。肝臓も一部しか映ってない状態な <laughs> になってるんで。はい。 っていうと、まあ、この上腹部の中では、微速側かな。うん、まあ、それぐらいの感覚でいいと思います。わ、うんはい、かりました。はい。まずこれで、肝臓の配合ですね。肝区域ですね。はい、一番なんか厄介なところですが。そうですね。なんかしっかりそれだけを聞かれる問題もありますし、ね、ちょっと困るとこですが。あ、一つ質問いただいてますね。血管がたくさんあるとき、枝がたくさんあるときは、どれをメインに 境界にこれも、はい、なかなかいい質問で、うんえー、肝臓の区域に中心に行くのは、静脈なのか、動脈なのか、っていうのを考えながらやっていくと、ははまあいいのかなと。は,は,は,はい。で、線でこう分けていくのは、はい、そのセグメントを分けていくっていうのは、これは静脈ですと、うん。はい、そうです、ね。はい。なので、肝臓の中にど真ん中に入っていくのは、これは、あの、肝動脈と、 まあ門脈とか、この辺になってくるわけですね。ので、肝動脈を折っていけば、そのセグメントの中心の方を、だいたいどこら辺かなっていうのが分かってきます。なるほど。その区域の真ん中あたりに栄養しているという。そうです。ははもちろんその後、いろんなブランチ、まあ、あの枝になって分かれてくるんだけれども、はい、まあ基本的に太い血管に関しては、その中心の方を向かっていくっていうような、だいたいそんなイメージを持っていくと、整理がしやすいす。 肝脈は区域の、まあ、指標になっているぐらいですからす間にあってそのとおりですなるほど。ということでございます。<laughs> はい、では続いて今で下院区域をちょっとあの教えていただきましたので、えー、っとこのまま次に症例に入りましょうか。あどうしようかな肝臓の中で、はい いろいろ血管があると思うんですけれども、はい、そうですね動静脈,脈の話だけ先にしちゃいましょうか。じゃあ肝臓の中で、いろいろ特殊な血管とかも入ってるわけですよね。一番その言われているのは、まあ、門脈って肝臓の中にあるじゃないですか。はい、門脈ってその元となる血管っていうのは、どこからつながってますから来てますよねな 腸管膜静脈が、上腸管膜か腸管膜静脈っていうのが集まってきて、合わさりますよね。肝臓に。肝臓に行く。はい、その後、まあ、脾臓からの静脈、肥、はい、脈っていうのがありますよね。はい、全部合わさって、うん、門脈の方に流れてくるわけです。なので、まあ、門脈って、まあ、閉ざされた空間ではあるけれども、つまりその体循環の中で、そのその心臓から直接つながっている、えー、動脈でもなければ、心臓に直接帰る 上脈でもないわけです。そうですね。だけど、一応、その扱いからは上脈系の中にはなっています。は,はい。つまり、動脈圧を持ってないし、その血管壁にも上脈壁と同じような形になっています。はい。えー、じゃあ、その中で、まあ、この門脈っていうのは、この真ん中通ってるわけですよね。うん、隣にあるのは、肝、まあ、動脈が伴奏しています。はい。もう一個あるんですけれども、はい。三つの管で、この、えー、門脈の種類っていうのは、えー、作られていて、はい、門脈と、 肝脈とあと1個、何でしたかンンンンそうですね三つ組みですね。この三つっていうのが一つの輪になって、えー、肝臓の中を通っていきますというところです。なので、はいえー、この無脈っていうのは一番太いんですよ、静脈系なんで、まあ、非常にこのメ、ね、タっとした、一番見やすいところ。ね、その隣にあるこの細い線、なんか黒い細い線があるんですけど、ねはい、こういうところかな。<laughs> ああ、見えてきました。ちょっとありますよね。こういう黒い線。あると思うんですけども、こういうのは単管になってきます。単管も映るんですね。ま、肝能脈は、ま、基本的にはあんまり映らないですね。そんな太い血管じゃない細い。あの、肝能脈自体は、あちゃ知ちゃ細いわけじゃないんだけれども、あの、CT に、こんなコントラストの、なんていうか、造影剤も入れてない状態で、映るかって言われると、ちょっと難しいかな。感じ CT では見にくい。見にくいかな。はい。というところです。わかりました。はい。じゃあ、 門脈っていうのはどうでしょうどっちからどっちに流れているというイメージですか肝臓のこういう端っこの方から真ん中の方に向かって流れてるのかうん、うん、真ん中の方から端っこの方に流れてるのがどっちがだと思いますうん、うん、うあのイメージではあの腸管から来た血液を肝臓を経由して 肝脈にまた再度集まって、上脈腱に出ていくというイメージなので、うんでね、中心から外ですかね。そうですね。その通りです。はい、じゃあ、胆管は、胆管ですよ。肝臓、はい、の、どっちからどっちに流れていますか胆管は逆にそのうに、胆汁、作られた胆汁を胆のに送るということで逆ですかね。逆ですよね。が素晴らしい。となるとですよ、えー、例えば腸管の内圧が上がってきて、うんうん えー、ガスが腸管膜静脈に入っちゃいました。あはい、その時に門脈通って行っちゃいましたと。ガスが。ガスが行っちゃいました。はい、っていう時は、エアーは肝臓の中心か平炎かどっちにありそうです中心から来るんですよね、ガスが。ガスが中心から場所に飛んでいって、あ<ー>小さいところにまらトラップされていくていイメージじゃないですか。そうですね。と、はい、なると、ガスがこういう肝臓の平炎とかにある時は、はいうん 門脈ガスの可能性がある。高いかなっていうふうに思います。太いところから細いところに行ったときにはまっちゃかなっていう感じですかね。そうです。はい。逆に、単管の中にあるガスが戻ってくるとき、単管からガスが出てきちゃいました。ガスが出てきちゃったっていうよりも、単管にガスが入っちゃいましたっていうとき例えば、十二指腸のパータニュートを切開しました。すると、その十二指腸のガスが上がってっちゃうよね。 ちょっとありますよね。はい、そういう時でも、単純自体は、末梢から中枢に向かって流れてるんで、はい、でまあ空気も押し戻されていくわけです、うん。あ、その流れに乗ってるるんで。うと、うん、なると、ガスはどっちに、これは確率の話なんですけどね、どっちが溜まりやすいですか <laughs>、はい、と。そしたら、中心側になるん、ね。りやすいですよね。はい。なので、ガスがある場所によって、これは単管のガスなのかな、それとも、その、網脈のガスなのかな、うん、っていうのを、 ちょっと考えるきっかけにはなります。ある程度予測ができる、うん、ということですね。じゃあ、<ー>その、門脈だったら困るわけですよ。うん、単管はさっき言ったように、12兆のパーターニュートを切開すれば入っちゃうことなん全然あるんで、うん、まあこういうこともさもありなんていう感じなんだけれども、うんね、門脈にガスがあるっておかしいじゃないですか。そうですね。血管ですよね。血管の中にガスって。はい、なので、その場所によって、あ、これちょっとまずいからもっと下の方を見なきゃっていうような、うん、 そんな、なんていうか、センサーが働くといいかな。何があってガスが入っちゃったのか。そうですね。はは。で、その流れっていうのを感じると、ちょっと一歩先行くような、独営が、研修でも全然できるかなと思います。面白い。なるほど、なるほど。流れをちょっと意識して見ていきたいですね。でも言われれば、なんか、まあ、それはそうだよねっていう話なんだけれども。いやでもちょっと気づかないですね、やっぱり。そうですね。一個ちょっと壁を築いてみると、なかなか面白いかなと思います。 は,い、ではそうこのまま、えっと、肝臓、えっと水脳と膵臓の,あの正常画像についてもちょっと軽くあの、ね、皆さんでご覧いただけたらと思います。はい、じゃあ次はは胆胆胆ですね脳っていうののこ 大体同じような場所にあります。この胆の症っていうところにくっついていて肝臓と肝臓と肝臓とくっついていることが多いです。中に入っているのは胆汁なので基本的には水ですよね。はい水分水分ですね。なのでいつも大体この辺にあることが多いかなと。ただこの方は食事をとっているわけじゃないですか。あ、とってますね。食事をとると胆のは大きくなる、小さくなる、どっちですか ししぼむしぼむますよね。はい、なので、あんまり大きくは映らなくなります。<laughs> うん、なので、全部、その完全に潰れて見えなくなるっていうわけじゃなくて、もともとたくさんあったものが出されて、ある程度の量が減,ら減ってしまうっていうような状況になるので、<laughs> 少ししぼむっていう感じ、ね、そうですね。まあ、もちろん、全部なくなっちゃって見えなくなる人もいますよ。<laughs> はい、なので、これが、になります <laughs>、えー、ここで、モ炭になってますよね。<laughs> うん、で、見ていくと、こんな感じで、この辺につながっていっている。 つながってます。がってますよね。で、まあちょっとこう今ここはぐちゃぐちゃっとしてて、すごく見えづらいので、はいうん、おそらくこの辺で胆能管っていうのがあって、はいえー、相胆管にぶつかって、相胆管は下の方にこの、はい、降りてくるので、十二指腸に開口する。開口していると。という感じですね。なるほど。まあおそらくこれが相胆管だと、うん。いうふうに思います。ちょっと上の方になるともう見づらくなってて、わかりづらいですね。そうですね はい、あでも本当にしぼんでますね。少しちっちゃく見えます。そうですね。はい。なので、例えばエコーの検査をするときに、うん、胆のを見たいときって、食事はしていいかしてはいけないか、どっちだと思います胆のを見たい。胆のに異常がないか胆を見たいってことは。とは例えば、石があるか、だとかポリープがあるかっていうときに、まだがんがあるんですかっていうときに、<ー>胆のの中見なきゃいけないじゃないですか。はい。胆 大きくなってる方が見やすいか、小さい方が見やすいか、どっちだと思います大きい方が。方が見やすいですよね、はい。はっきりしそうです。今言ったのって、まあ、例えば寝ていれば壁の近くに病変があるわけですよ。ね、それがポリープなのか、まあ、血石だったら、まあ、エコーで見て、そのアコースティックシャドウだとかが出てくるんで、わ、はい、かりやすいと思うんですけれども、そのガンなのかポリープなのかっていうときに、前、うん、う、前壁と後壁がぴったりくっついちゃってたら、 分かれないですよね。分かんないですね。はい、なので、しっかりと胆能っていうのは拡張しててほしいわけです。そうなると、食事は、取らない,でください方がいいってことですね。はいはい。ね、はい。い。それで、胆、えーまあ、能を見たいときは、うん、あ基本的には絶食でお願いしてます。 かつ、水以外のものは飲まないでくださいと、絶食っていうと、朝はお腹空すいたんで、ジュース飲んできましたっていうと、もうこれで、しっかり糖分入っていすちゃうんで、水以外はだめですよっていう言い方をしています。え、実際に、あそこ結構大事な知識ですね、認証に出たときに。よく、これは小学校の友人とかが聞くんですけれども。 ご飯食べないでくださいねって言うと、今日はパン食べてきましたっていう話で来のきちんと食事自体がダメなんですよってことを言わないと、丁寧にお願いしす。丁寧に言っておいた方がいいというところです。パンもご飯ですね。はい、そうです。MRCP も結局同じで、そのパンパンに膨れ上がっていただいた方が、基本的には見やすいです。あ、そうなんですかなので、MRI を取るときでも、胆のう中心に見たい場合であれば、基本的にはもう絶食。 食事に左右されるんですね、やっぱり。食べるとどうしても小さくなっちゃうんで。ちなみにですけれども、胆石って今回ちょっとテーマとは少しずれますけど、胆石って CT で見るものですかそれとも最初にやる検査って。えっ、こうだった気がします。なんででかかかわります確 CT は内内容、容に物 内容が結構ケースバイケースで違くて CT で映らない結石もあるっていうお話だった気がします。そ,うそ,うそ,うその通りです。なので X 線に陰性陰性っていうのは映りませんよっていう胆石の時に CT でないって言えないんじゃないですか。うんうん、もしかしてあるかもしれないですよ。<あ>はい、これ見て CT 上映ってないんで胆石は絶対ないですねっていうのは言えなくて X 線に映る胆石はなさそうですね。 まだそこしか除外できない,でない、ね。できないです。<ー>で、本当に除外するときには、まあ、エコはあってちょうと。ーエコーが有用になってくるんですね。まあエコーは、そうですね。これからは非常に大事なモダリティになってくるんじゃないかなというのは思っています。へぇ。そうなんです、はい、というわけで、まあ、これは基本的に探査というのは最初に、ファ、はい、ーストチョイスはエコーですよというのを覚えておくといいかなと思います。はい、ますこれ、堪能ですね。はい、じゃあ、これ堪能って今、その、棚状にくっついてますよって言いましたけれども、うんうん もしそれがくっついてない人がいたらどうなると思いますくっついてない。ブラブラ状態で。そうそうそう。あの、粘、ね、点しそうですね。なんでこういう、ここにくっついてるから、反能っていうのは基本的にねじれなくて進みます。だけど、別にあの、病気ではなくて、破格として、うん、まあ、吐がれてるような人、ブ<ー>ラブラしてる人、こういうのを郵送っていうんですけど、郵送反能の人がいます。うん、こいう人は、まあ、ねじれる確率が 普通の人にはタコだけじゃないですね。必ずねじれるわけじゃないですよ。ねじれると何か症状とかが出たりするんですか？激痛です。あ、痛そう。全点って大体痛いです。全点で痛いです。そうですね。なるほど。C T ですね。まあコレステロール結石のことです。なのでコレステロールできた結石っていうのは明らかに見えない。はいではこのままちょっと膵臓もそうですね。見やすいですか？この人膵臓はまああの全然ある場所はわかるんで。 見ていきましょうか臓、はい、ですね、膵臓、はい、っていうのはあ腹腔内臓器ですか、抗腹膜臓器ですか膵臓は抗腹膜臓腹膜臓器ですよね。はい、なので、抗腹膜に存在しているということが分かると <laughs>、まあ、胃の近くにはあるけれども、胃より必ず後ろにあるよねということが、まずこれで。そうですね、後ろで固定されてるわけです、ね。そうですね、ねこれがまず分かります、はいねえー。基本的には腎臓より後ろですか、前ですか 腎臓よりは前,前ですよね。はい、なので、この間のどこかにあるわけですよ。胃の後ろと腎臓の前のどこかにありますよと。となると、ここに十字性の成分があるんで、ありますよく見ていくと、こういうところですね。はい、ここには、ここにある消化管は何ですかそこにある消化管、十二十二腸二指腸ですね。はい、十二指腸の過去逆のところに、えー、くっついて、水糖部っていうのがあって、<で>ね、そこに。 開放して、水管が開放してるわけですよね。ははなので、こうひらがなで言うと、ヘのような形になることが多いです。ですね、んこんな感じで、水頭部がちょっと曲がっているというか、そうですね。うんうん、水頭部が曲がっている、そういう、そうですね。垂れ垂れ下がって、っえー、くっついてるんで、はい、まあそのように見えますよね。うんうん、なるほど。うん、まあ水槽っていうのは昔っていうか大正期には二つに分かれてるわけですよ。はい、あ。 発生の時でそのにまにくっついて融合するんですけれどもその融合の時にぐるっと回っちゃうと臨場水っていってこの十二指腸の周り全部に水臓がありますよっていう人もいるしでも別に水臓の機能が悪いわけじゃないんでそうですかっていうぐらいの形が少し変ただもちろん水管の形も変になるんでその時にちょっとしたトラブルあるかもしれない気がしますそうなんですね まあただ、二重生活であの何も知らずに、この年になりましたみたいな人はやったくさんいますね。はい。では、ここまでが一旦正常の、えー、解説をしていただいたということになります。では、えっと、これを踏まえて <laughs>、ちょっと症例に入っていきたいと思います。はいえー、今回は、正常編ということで、良、ま、性、あ、疾患であったり、 結構、顧問な疾患を扱おうとあの選択をしてきましたのでまず最初に肝硬変、門脈圧更新症ということで、えー、ぜひあのリンクを開いてみてください。はい。それれだ,だと。これ消えた この方が60代の女性で主訴としては疲労感を感じやすいということで来られた方ですね、まあ、な肝臓悪いと、ね、疲労感感じやすいらしいですね。あやっぱり肝臓、はい、これだけ大きな部分占めてますしね,そうですね60代 ね、はい、60代女性の方です。はい、60代にしては、60代としてはこれ、膝がまず大きいですよね。いや、大きいですね。はい。これはの20代、30代だったら、まあこんなもんかなっていう、はい、感じなんですけど、はい、まぁ、あ、60代でこの膝ってまず大きいなっていうのはなんとなく、これで見て感じます。はい、ね。肝臓っていうのは、基本的にはですね、表面綺麗な臓器なんです。で、それじゃどういうことかって言いますと、先ほどちょっと、 戻ってみ,てみましクリえー、キー、はい、の勉強したときのこの肝臓ですね。はい、これ見ていただくと、この表面、つるつるなぞれますね。なぞれます,ねれますよね。せいです、ね。はい。ね、うん、辺縁も、辺にこう、なんていうか、鋭角なんですよね。あ,あ、ほんですね。なんだこんな感じ鋭角になってますよね。うん、まずこれが正常な肝臓だろうというのは大体まず覚えていただくといいです。はい、はいでえー、先ほどの こちらはちょっともう一度見ていただくと、うん、一番わかりやすいのが、これかな。ああ<ー>。よりもこっちの増やかな。はい、これちょっと見ていただくと、表面がですね、まずなんかちょっとこう、ギザギザ、ボコボコしてるような感じがしてきますと。か、ねはい、つ、この端っこの方、これがなんていうか、<ー>さっきねこのシャープな感じではなくて、はい 鈍化,ね、鈍化してるようなイメージがありますよね。はい、あります。まずこれが、ちょっと肝臓に機能障害があるかなっていうのが想像がつくし、特にこの表面がデコボコしてるっていうのは肝臓がもうリモデリングしてしまって生化してるんだろうなっていうような、はい、印象を受けます。は,は,は,はいで、えー、次にですね、まあ、この方の、ちょっとこっちらに行けばいいのかな。はい、これ見ていただくと、はい、これの造影検査ですよね。はい 増援されてます。はい。ね、これ、門脈はここですよ。脈門脈はこれですね。はい、で、の、上の方を見ていただくと、ここなんか。あります。すい白いのが、うねうねうねってなってますよね、はい。かなり見えますね。血管がすよね。ここ、でしたっけ、この間って。この間は。ね、肝化魔条、関膜ですね。ですね。すねなんで、肝化魔条、関膜、静脈と、<あ>門脈がうまくついていて。はい,はい。で。その。 こう拡張したり、蛇行してるっていうのは、もうステージ上ではないわけです。<ー>基本的に血管っていうのは、あまり蛇行しないんですよ。ま<ー>っすぐいる。もしくは、曲がりながらも、その、うん、なんていうか、右行ったり左行ったりとかあんまりしないんです。うん、目的を持って、その曲がり角を曲がるみたいな感じになってるんで、<ー>例えば、臓器がそのように曲がってるから、一緒に血管も曲がるだとか、反ってるだとか、そういう曲がり方するんだけれども、うんうん、なんで ランダムな動き方っていうのはあんまりしないんですね。これ見るとなんかすごくランダム感があるじゃないですか。そうですね。もスクリュー巻いてるみたいななん,なんでそこで曲がってるんだろうっていう,う、ね、不思議なだ感じがしますよね。すねそういうのは、はいあ、その拡張打行している血管っていうのはもうその時点で異常血管になってくるわけです。そうですはい。この方は、まあ、脾臓が非常に大きいわけですよ。大きいです。で、えー、例えば心臓って、その心機能が悪い人って、 心臓が大きくなるっていうのはなんとなくイメージつきますかありますね。腹血すると心臓が大きくなる。はい、心拡大。はい、血流がうっしたりだとか、はいえ、きちんとした流れが取れないと、まず起きて大きくなっていっちゃう。ああ。ですね。ははで脾臓も、ンはあるんですよ。肥動脈から入ってくるんで、インはあるんだけれども、うん、アウトは非常脈ですよね。そうですね。はい、非常脈は先ほど申し上げた通り、門脈につながるわけです。はい。でも 肝臓がすごく硬いと、門脈の血流を受け付けてくれないんですよ。ああ、もうこれ以上は入れません。入れないよ。だって硬いところをこじ開けて入っていこうとするわけですよ。門脈っていうのは動脈系、静脈系どっちでした門脈っていうのは静脈系。静脈系ですよね。つまり静水圧なので、静水圧っていうのは後ろから押されたから前に動くっていう、ところてみたいな動き方をするような動き方をするのが静脈なんですよ。なので、後ろから来たから、まあ、 しょうがないから前に行こうと。でも、連続的に。連続で、うと。で、ただ、前の方に、その、観光編で、受け付けてくれないってなると、どこに行こうってなるわけです。そうですね。どうすれば、どうすればいいんだろうって。この中でたまるしかないんですよね。たまるしかないと、逃げ道を探すわけですよ。あ確かに。で、その逃げ道がこういうところ。彼女は彼女の時に、適当にチャンネルを作って。なるほど。 もともと人間はおそらくチャンネルがあるんだろうと。これはわかんないですけども、はい、チャンネルがもともと、それがあまりにも圧が上がっちゃったので、まあ、開いてしまって、はい、そっちに逃げたりだとか、あとは、門脈の近く、ごめんなさい、この非常脈と人情脈がくっついちゃう。はいうん、そうすると非人脈とっていうのになりますよね。ね。はい。そういう形で、あとは、この食道静脈瘤だとか、異常脈瘤という形で、うん、他にいろんな血管が繋がっているところに、まあ、無理やり開口させて、そちちに逃がすっていうような。 感じになってくるわけです。圧が逆にかかってしまうということになりますね。そうそうすねね脾臓の血液が、うん、まあ出てこれないので、この血流を訴えし、脾臓は機種という形で大きくなって,いってしまいますと。なので、この時点で、も脈かつ更症になっているんだろうなっていう想像はつくわけです。はいはあはあ なのでまずここまでは、はい、大丈夫ですかかなり肝臓がちょっとキュッと硬そうな感じがしますね。そうな感じしますよね。やっぱ繊維化するとどうしても硬くなっちゃうんですね。うんうん、繊維化。はい。はい、で、まあ、肝硬変になるとどうしてもやっぱ肝がんのリスク上がっちゃうので、うん、なのでこうやって定期的に増え剤を使って肝臓がんがしいのかなっていうのは調べているところです。なるほど。はい。なので、問脈つ講師になると、こういうふうに逃げ道を探して、 こううういいい異常血管ててのが出きしまますよこれが体表まで来るとそのクモノス状の血管になりますねはいあのメデューサーの頭とかいうじゃないですかこういうとこに血管ポツポツ当たり前だけど非常脈であるわけですああもうそこまで行っちゃうこともここが拡張すると外から見えるわけですよなるほど外にももう即役血行炉を作ってしまうとそのとりですよ 作ってしまって、もしくは食道の方に作ってしまって、うん、まあ当然だけれども、その食物が入ってくるわけで、はい、何度も何度も擦れていく。うん、その時に、ある時にピッと傷つけちゃうと、今度は血が出てきますよね。ああ、もう大出血。そうですね。はい、これが食道上脈瘤の破裂だとか。はい、で、えーまあ、大事故になっちゃうわけです。うん、で、えー、止めるものがあると血は止まるんですよ。うん、止める、まあ、当たり前だけれども、はい、例えば出血しています。 でそこをグッと押さえました。とか、はい、切り傷を見て、その出てくる血液が、もうそんなにたくさん出てこないですよ、というときには、うん、血は止まって固まってくれるわけです。はい、そうです。そうですよね。うん、でも、止めるものがないと、ダラダラダラダ出続けるわけですよ。そうですねもうと。そうですね。ずっと血流はあるわけです。ですよね。はい。で、さらに、食道静脈瘤だとか、異常脈瘤、うん、あとはこういう側付血行路って、行き場がないから、 出てきてしまった結果ですよね。ね結果的にできてしまった。そうですよね。はい。そうなると、この問脈圧っていうのは高いわけですよ。かなり、はい。そうなると、後ろから血液はどん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 出てきちゃうわけです。ああ。はい、自然に止まれるってことは少なそうですよね。はい、少ないですね、多分。はい。まあ、あまりにも傷が小さくって、その、中で止まったっていう偶然的なことあるかもしれないけれども、んなんとなく止まらなそうじゃないですか。そうですね。もう逃げ場を探してるわけですから。なので、はい。その血流がなくなっちゃって、まあ、その、 例えば既得だったり、うん、場合によっては、そんなくなられたりするという。ああ<ー>。結構多くなっちゃうわけです。そうですね。で、門脈の損傷とか、また上脈系の損傷っていうのは、うん、まあ、なりにくいけれども、なった時は止まらないので、<ー>結構致命的になることがありますと。いうのは覚えておくといいかなと思います。大切なところですね。はい。はい。ここでよろしいですかは,はい。 ちょっと一つ気になるんですけども、ちょっともう少し等速にいっていただいてよろしいですか、配側の右の腎臓の上のぐるぐるしてるのも、それも、血管異常血管ですか、すごいとぐろを巻いてるというか、結構派手に腎臓のちょうど上上ぐらいにありますね、これ何かしらのちゃんとがもしかしたらあるかもしれないですね。すごいですね、初めてちょっと見て、びっくりしました。 肝臓、あちなみに肝臓悪くなると、はい、あのアルブミンがきちんと作れなくなるので、リ、はい、アルブミン状態になりますよね。すると、アルブミンって血管の中では、その水分を保持する力があるので、そ,でねはい、それができなくなると、サードスペースにどんどん水が流れちゃいますよね。まれ浸透圧が下がっちゃう、ね、はで、い。はい、そうなると、その浮腫になりやすいと。で、その後、腹水にが溜まってしまったりい。いろんなところに水が出てくるようになってしまいます。はい はい。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい。はい。そんな感じですかね。肝硬変が。他に何か質問などはございませんでしょうか。いやかなりちょっとわかりやすかったですね。あの、かなり、いや、あの、先生ももちろんわかりやすいんですけど、あの、症例もかなりちょっと、肝硬変というか、いやかなりこれはイメージしやすくなったんじゃないでしょうか、皆さん。はい。 では、一旦こちらで、あ、すいません、特営ポイント忘れてました。肝硬変、も脈圧更新症の特営ポイントを、ちょっと簡単にこちらにまとめております。先ほどもありました、肝表面の凹凸、不正であったり、縁、えー、の鈍化ですね。あと、門脈圧更新症では、側腹血行炉がかなり発達するというところと、そこから静脈瘤であったり、皮脂、腹水につながっていく。そこも画像で見て、 取れる場合が結構あるということですね<え>ここはちょっと覚えておきたいところですはい、ちゃんと難しいですよねいや本当にそう思います<え> <laughs> はい、では一旦ここで5分休憩を取ろうと思いますはい、また5分後に再開しますのでそれまでゆっくりとってくださいはい、では休憩に入ります はい、では5分経ちましたので続きを、えー、行っていきたいと思います、はい、ではここからは「肝ん水の良性疾患をさらに、えー、読み解いていきたいと思いますまず最初に「肝血管腫」ですねリンクをぜひ開いてご一緒にご覧ください、まあ、血管腫なんでね、はい、あのまず良性ですと。うんただあ 血管、まあ、要するに血だまりみたいなもんなんですよ。血管の <laughs> そう、ね、なので。血管の腫瘍、はい、っていうぐらいなんで。うん、なんで、えー、どんどん増えはされていきます。うん、で、この方ですね、まあ、見ていただくと、うん、これが一番くらいかな。こういうとこに何か、ボコボコと、うんあ。ありますね。ありますよね。いつも。はい、ありますと。はい、で、さっきの方で見たものよりは、うん、なんていうかこれ、色が、 ちょっとグレーな感じがするので,で、ね。濃厚真っ白という真っ白ですね、はいまあ。これぐらいの明るさでしたよね。そねはい。はい、それがまあ,あんまりないよなっていうところです。うん、なので、まあ濃厚ではないんだろうなって思いながら見ていくんですけれども。はい。で、これ造影ですね。造影がどういうふうにされているかっていうところなんですが。<laughs> ちこちらにしようかな。え <laughs> で、造影の、早期、中期、で、後期そにとなっていきます。<laughs> <laughs> そうとですね。で、これをちょっと見ていきましょうか。って、うん、いくとですね、<お>まあこれ、ここら辺が一番わかりやすいところだと思うんですけど、お、本当ですね。外から中の方に向かって増影されていくっていうのが、はい、それがあのまあ血管臭なんです。はい。 これが、あの、外からどんどん中に染まっていくんじゃなくて、うん、最初からもう全部染まっちゃってるだとか、うん、中の方から染まっているだとか、で、高基層で見ると、高基層でもなんかすごい染まってる感じなんですけども、染まってますね、ずっと。そうじゃなくて、もうなんか抜けてるみたいな感じになってると、うん、それは、肝がんのことが多いです。フォッシュアウト、ね。はい、そうですね。うん、早期の線、フォッシュアウトっていう、高級フォッシュアウトっていうのは、肝がんのことですね。はい。この人は、平炎から、 全臓性に、どんどん染まっていくので、血管臭でしょう、というところです。こんなに、本当に周りから染まるんですね。そうですね。大きいとですよ。大きいと周りから染まるんですよ。小さいとどうなるかっていうと、もう全部一気に染まっちゃうんで、あう小さい。小さい外か中かもう分かんなくなるんで。大きいやつだけはこう、外から染まっていく感じがしますと。 単純にその血管が外からぐるぐるってなってるから、外から染まるってことですかまあ、そうなんでしょうね。中の方に行くんじゃなくて、どんどん外からのその血流が最後の中まで行っているっていう、これぐらいのものかな。じゃあこれちょっと今ここにもう一個、早期の線あるじゃないですか。なんでしょう。これ、高気層ではよくわかんないですよね。これはい。ここの血管腫は、高気層でもなんとなくこういうところにありそうだなとがわかりますけど、これどうですか え、なんか消えました。消えましたね。<laughs> はい。あれこれが EOB っていうものなんですけれども。はい。それで見ていただくと。あんまり、この血管子のところは抜けてますけど。はい。どうですかこういうところ。ええ。ー。あんまりないで、ね。ないですね。変化が。これは肝臓の中で、シャントができてて。うん、え肝臓の中で。なので、えー よよくあるんです AV シャント、AP シャント、PV シャントっていうのがあって、AV シャントっていうのはアーテリオとビーナスなので、動脈と静脈。PV って言ったらポータルウェインとウェインなので、門脈と静脈。AP シャントって言ったら、動脈と、脈それぐらいので、どこに繋がってるかっていうのは、その繋がった先が、例えば染まっちゃいけない、まだこれ静脈が染まってないのに、この段階でもうこの辺の静脈染まっとるってなったら、 AV シャントになるし。ああ、なるほど。動脈が関与しているだろかなっていう。それぐらいのものね。じゃあ、これ区別する意味あるんですかって言ったら、まあ、あんまりないんですけど、なので、これはシャントですよ、というぐらいのもので、あんまり病的意義はありません。あ、そうなんですね。全然その正常というか、特に症状ない方でも、そういうの全然あるんでああります、あります。別にそれがなんかお腹が痛いとかの原因とか全然ないです。なので、まあ、せっかく出てきたんで、これ、肝臓の、 肝細胞層ってやつですね。はい。取り込み層ってやつです。うんうん、この肝取り込み層って、これは肝臓の造影剤で EOB っていう薬があるんですけれども、はい、まあそれに特徴的になされるものです。昔は SPIO っていう薬を使っていたんですけれども、まあ、今は、まあ、使うこともあるんだけれども、今はこの EOB を使うことが一般的かなと。うんうん この肝臓には正常な肝臓にはクッパー細胞があるのでそこに選択的に入っていって脳腫されないと異常なところっていうのはクッパー細胞がないのでそもそもたまることができないよねど。いうので抜けてるところを探しに行く肝臓専門というか肝臓専用の造影剤という感じそのとりですじゃあ抜けてるところって脳胞なのか血管腫なのかがんなのかって わかりますかってうと。わかんい。わからないです。そういうなです。わかんないです。異常があるかどうかっていうのがなので。なんで、これを見て、あ、この辺に異常があるんだろうな、ということを判断して、で、他の層を見て、この病気って一体何だろうっていうのを想像する。いろいろ比較しながらっていう感じになるんですね。それぞれの得意分野が。そうです。ある感じですね。はい、お白しゃるりです。っていうのが、これ、血管腫。良性なので、この程度かなというところです。これは大きい方ですかね、血管腫。まあまあ、大きいなっていう。 じゃあ、大きいから悪いんですかって言われると、そうでもないんで、大きいですねっていう感じですね。この方も、浮くべいでたまたま肝臓の多発性病変を指摘されて、精査目的でということだったので、特に症状もなかったですし。ただ、若くて多発血管症がたくさんありました。肺にもシャントがあります。肺にもシャントがあるだとか。あとは、あ、すごく若いのに、例えば頭に血管障害を持ってます、みたいな時は、 何か別のものを疑わなきゃいけないわけですよ。ああ。で、頭に血管障害。血管障害はは血管腫じゃないですよ。血管障害血管の障害。何が考えられますええと、今、まあ、国家試験の中で出るかどうかちょっとごめんなさい。僕はそこまで確かじゃないですけど、はい、HHT っていう病気。H H T? 昔はあー、オスラー、ねー、オスラ病っていうふうに言ってた。<は>オスラー、ウェーバー、リンドゥ病っていうふうに。 あの、英語ですよね。そうですね。ちょっと。今だって遺伝性の血管拡張の病気がありますね。なるほど。遺伝病ですね。はい。ちょっと復習しておきます。ちょっと難しい話ですね。はい。はい。これは血管のご病気です。はい。こちらちょっと質問が来てますが、肝細胞層の造影剤は静脈注射で投与するんでしょうかそうです。基本的に動脈注射っていうのは、検査ではあまりやりません。ああ 基本的にその動脈注射って、もう動脈って、あんまりそのただの検査でやらないので、専用の例えば血管増影だとか、そういうことをするときには動脈内に増影剤を入れるってことはありますけど、すべて静脈注射ですあ。あ、もうそれはやっぱり危険,危険が伴うからっていうことなんですか、ね、まあっていうのもあるんですけど、あの、あんまり動脈でやらなきゃいけない理由がないから。あ<ー>、うん、それなら静脈で。静脈で十分だし、ああまあ動脈って刺したら、 やっぱ、動脈圧つまり血圧を持ってるんで、何もしてなかったら血が吹き出ちゃうじゃないですか。確かにそうですね。なので、動脈って刺したら10分とか15分だとか抑えてなきゃいけないんですよ。でも、静脈って先ほど申し上げたように静水圧なんで、少し抑えとけば止まりますよね。そうですね。だったら、まあ、静脈で安全でというこですね。あと空気が入った時に、動脈と静脈でどっちがまずそうです動脈。動脈の方がまずそうですよね。それが側線物質になるので。かなり危なそうですね。ないですね。静脈はどうですか 静脈って空気入っちゃったって言う時に、えー、やばいですかどうなんでしょう<れ>やや静脈ってどこまで行きます最終的に。最終的に心臓。心臓行きますよね、はい。心臓に戻ってきますね。戻ってきますね。じゃあ心臓に空気入ってきましたと。静脈の中に。はい。それって次どこまで行きますはい。<あ>肺に行きますよね。肺に詰まっちゃいますよね。詰まっちゃうんですけど、肺動脈に詰まります肺静脈が詰まりますはい。えー 肺について、肺の細い血管の中で詰まるんじゃないですか、うん、はい。それは動脈なのか上 <laughs> 脈なのかどっちです肺動,肺動脈か肺上脈か。えー、どっちなんだろううぼうから入るのってはい。肺。肺、はい。え、うぼうから、肺に行くのは肺動脈。ですよね。はい、肺動脈って、どうですかそこに、うんと、まあ、一応側線物質なわけですよ、空気なんで。いずれは消えるんです、空気ですから。ああ<ー>なんだけど、まあ、肺動脈はじゃあ1個潰れちゃいましたと。はい。それってまずいですか えー、あ、でも。肺動脈って、汚いっていうか、うん、その酸素に不足してる血ですよね。あ、そっか。確かにそうですね。ですね肺で供給されるんですよね。ねが。はい。えじゃ何も血流が入ってないところに空気が来ましたと。はははああ。その空気は抜けていくだけですよね。ああ、なるほど。はい。別にこれ、シャントでもないんですよ。ああ<ー>。空気が来てないけれども、血流が来ちゃったっていうのは、これ右左シャントです。ああ、いわゆる、はい。はい、だけど、 空気が来てるけど、血流が来ないっていうのは、あ、そうっていう感じで終わっちゃうんですよ。スルー <laughs> 別にスルーなんです。それで,すね、それで終わるんですよ。<laughs> ああ空気がただ来ちゃったっていう。来ちゃったってだけで。直線物質だけど、いずれは消えます。ああそれが、まあ、えー、血流がそもそも、うん、酸素にリッチじゃないようなものなので、いずれ消えるけれども、まあ、それが体制に影響がないと。あ,あなるほど。右、左、シャンプーでも何でもないですよ、というところなので、<ー>なんで空気が、まあ、シリンジの中に空気が入ってるじゃないですか。はい。 入っちゃうことって全然あるんですよれ静脈注射だったら問題ないですよねへえそうなんですねいやもうそこまでお聞きしたらもう忘れないですねそういうことです静脈注射なるほど勉強になりますそのとおあ、そうですね潰れてもほかが換気してくれそうですね確かにそうですね例えば肺機能がすごく悪い人でもちゃんと生きてるわけですよそういう人たちの肺を見てて思うのは 多少、すごくその末梢の一部が潰れてしまったところで。はいうん、全然影響はしない。なるほど。納得です。はい。<っ> <laughs> ありがとうございます。はい。まあ、肝血管腫、こんな感じですかね。毒 a、はい、ポイントを軽くまとめました。造影 c t か m r i で。 早期より腫瘍の変炎から中心に向かって染まっていくというのがかなり特徴的な所見ですね。で後期まで脳線が持続するということもあいます。であと MRI では拡散協調像で高信号ということですね。はい。はい、では次に参りましょうか。はい、はい。では次が、えー、水管内の乳頭粘液性腫瘍 IPMN です,です、ね。はい。ですはい。リンクをぜひご覧, <M> ご覧ください。 IPMN を見るときは、中に入っているのが、まあ、粘液なので、まあ、水なんですよね。じゃで水臓の場所、ちゃんとまず分かりますかっていうところから、そこが、スタートになっていきます。先ほど、さざお話をしたんで、これは肝臓っていうのは、なんとなく皆さん分かりますと。大きいです。はい。で、肝臓の近くにあるのこれが胆のですよね。胆のの中には胆汁が入っているんで、こう、水成分がありますと。ただ、よく見ると、なんかこう、シェーディングというか、下の方に温まっているような感じがしますよね。 チョコリトなんだろうってもちょっと頭で想像しながら見ていてください。はい、ま,まず先に水臓の話ししましょう。はい、水臓はあ平からのへの字みたいになってますよと、うんで。胃の後ろであって地臓より前にあるので、はい、大体この辺あたりを見ていればいいですよというとこですよね。そうするとここにあるわけですこんな形で存在してるわけです。すで水蔵は水臓はこのパンパンになっててもいいんですけれどもうん、うん、まあある程度と落とし示してくると ちょっと萎縮が始まってくるんで、そうすると、この分葉構造、微細分葉構造っていうのがこう見えてくるようになります。こう、なんていうか、ロービラーの形。萎縮することで見えてくる。だけど、その萎縮っていうのは別に病的なものではなくて、軽れい的な。少し萎縮してしまうことがあるんで、こんな感じで見えますと。で、中には取水管っていうのがありますよね。取水管があると、管状に見えるわけですよ。なので、取水管ってどれですかっていうと、これです。これが取水管。あ、当だ、見えますね。見えますよね。かなり、はっきりと。こういうふうに。 管がはい。真ん中を通ってますね。通ってますよね。はい。見えますかねここですよね。で、見ていくと、まあ、この辺にありますよね。あります。はい。はい。で、主水管、水液が入ってるんですけど、うん、これってどっちからどっちの方面に流れてますか水液は、えっ、ー、と、その、十二指腸のファタニュートから出るので、ね、そちらに向かって。そうですよね。はい、なんで、この水微部から、水道に向かって流れてるわけですよ。はい。はい そうなると、まあ、いろんな商用からどん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 水液が出てきてて、水管の中に入ってくんで、水ビブと水頭部では、どっちが太そうですか、うん、え太そう水頭部。水頭部の方ですよね。はい。水頭部は、水頭部、体部、ビブの水液を持ってるんで、うん、あ、そいこでいいですよね。すはい、水ビブは水ビブの液しか持ってないから、そうですね。細そう、ね、集まってくる。集まってくるん,で,うん、うん、で。流れを意識すると、うん、どんどんこっちらが細くて、ちょっとずつ太くなっていって、 そのファータニュードブの近くが一番太くなっていくっていうのは何だろうっ想像つくわけですそうですね。そう考えるとすごく理にかなっているというか。はい。ね、これが途中で急に大きくなってるってなったら、なんか変だなって思うわけですよ。そうですよね。本来そこで大きくなるのは。理由がないですよね。そうなると、そこにせき止める何かがある。ははは。でまってしまってる。一番多い理由は、水んですよね。あ、水がはい。なので、水んがあると、水液が出れなくなって、 なんで、水管拡張を起こしてしまう。はい。そういうところで、この、あまり理にかなわないような、うん、タイムなのに、急に水頭部よりも大きくなってるっていう時に、うん、何か怪しいぞっていうふうに思うわけです。なるほど。ね。えー、もう一つ、え、限局性だけれども、上がってしまうっていうのもあります。うん、だって今言った、その、詰まっちゃうものっていうのは、その、ある詰まった時点から、微速全部が拡張するっていうイメージは、 とかつきますよねそこまでが全部たまっちゃうんですよね。だけど、病気によっては、取水管の一部を拡張して、また戻るっていうようなのもあります。これは何かというと、まさにいった IPMN なです。母の取水管型ということになりますね。それが、この取水管がそういうことを起こしちゃうと、先ほどおっしゃったように、取水管が IPMN として、原曲性に、水管拡張性に見えるわけです。 分容構造の中の一つが起こしちゃったとき。一つがはい。はい、それが分子水管型の IPMN になるわけですよ。うんうんうん、はい。そうなると、こんな形で、原曲線に、脳法的に見えるんですけど、あ<ー>これは一部がこう拡張した形ですね。うんうんうん、はい。じゃあ、どっちが癌になりやすいですか水管になりやすそうなの。 水がんになりやすそうなのはやっぱり、主水管が、ね、大腸炎とね、はい、なんかよくなりそうですよね。そうですね。なので、主水管が大腸炎の方うががんになりやすいですよというのがまあ言われています。なるほど。で、まあ、ブドウの房状になっているというのがまあ特徴的で、小さい農法みたいなのがぽつぽつぽつとありますよと。これはよく言われています、ね。はい、じゃあ、なんか、二か状のって言われてるのは、これ何でしたっけ、うん、あ,ありましたね。何、うんはい、でしたっけ火星農法とは,かは違いますか MCN ですね。MCN。っていうのは、男性、女性、どっちがなりますかえっと、女性。女性。そうですね。男性的な成分を持っているので、女性しかなれないんです。はい。男性の MCN っていうのは、いるんだけれども、まあ、これは報告もんですよ。ああ、そうなんです。それほど珍しい。珍しいんで、女性がなる病気ですね、MCN っていうのは。MCN は男性、女性、どちらがなってもいいですし。えまあ、水管がね、原曲的に拡張する病気なんで。 まあこれは特にそれだけかなと。まあ基本的にはこの経過観察をし続けるんですけど、はい、変に例えばなってないからとか、うん、この拡張している原因が実は IPNN だと思ってたけれども、はい、癌でしたとかじゃないことを祈るしかないわけなので。なるほど。なので、まあ定期的なフォローアップっていうのはしていくことが多いです。ありました。水蔵場所も いや、だいぶそうですね、周りからこうあの絞っていくという考え方をすると、すごい気が楽になそうというか、うね、腎臓の前にはあって、はい、もう胃の後ろって考えると、確かにこの辺にありそううだなという感じで,うで,、ねでまあ、よくこういう MRCP の画像を見て、勉強するのももちろんありなんですけれども、はい、ただ最初にそのどこにどういうものがあるかって知っておかないと、うん、この辺の画像ってその、いろんな情報が落ちてるじゃないですか。知らないと、うん こういうのを見ても、いまいちピンとこないんです。あの、これ、膵臓も映ってるわけですよ。膵臓、はい、があるのは、どこですかっていうと、まあ、ここです。これが膵臓なんですよ、ね。あなんですか感情なんです。はい、これは腫瘍管ですよね。うん、ここにあるのが。ありますね。っていうのは、その、全体的な位置が、なんとなく分かっててみると、うん、あここに膵臓があるな、この辺が水ビー部だな、っていうのが分かって、こういう形で取水管が通っているっていうのは、まあ、なんとなく、 構造がつくなので先にこっちで勉強するのはもちろんいいんですけれども先に全体像を知っておくとこういう MRCP の元像を見ても見えるようになってくるかななるほど元で構造を把握してからのかりやすいまあ楽なんですよねそっちの方がそうですね見やすいじゃあ12支張にですね開口するのは水管ともう1個ありましたよねはいそれが相単管です相単管と水管がちょうど12腸のこのファーターニュートのところで合わさってはい ね、開口します、ね。します。はい。はいでえー、この、じゃあ、逆に言うと、ここの、えぇ、ー、出水管がこう、ぶつかったところで、そこから、もう何かしらあって、上の方へ上の方へってこう、連続しているもの。これが、はい、相単管です。相単管。はい。はい、こ,この辺にありますよね。ありますね。はい。で、相単管があって、<laughs> で、これ、管内単管の方に移行していくわけですよ、はい。管の中へ。はい ねえー、なんで、この辺に、こう、ちょっとうねうねっとしてるものがありますよね。はい。これが相単管と、胆ん。を結ぶ管なんです。うんうん、ははは。胆能管です。はい、その通り。でこれが胆能管です。うん,うん。管能感が繋がってるのは、これが、だから胆能になりますよね。はい。繋がってます。はい。でこれ胆能見つけられました。はい。じゃこれ胆能の後ろの中、シェーディングがかかっていて、はい。え何、ー、かこう、溜まってる感がありますよね。はい、ありますね。ありますよね。 これ何かっていうと、単純の中には、まあ、濃縮されてるので、探査みたいなものが入っていることがあって、それが寝てると後ろの方に溜まっていくと。ああ、もう重力で、そのまま下に溜まるっていうすか溜まっています。わかりやすいのは、よりわかりやすいのは、あの、MRCP を、NPR で横断像にしてみると、もっとわかりやすいんですけど、まあ、ここは今回はちょっとそこまでやらないようにしようかなと思ってます。 でもこれ、胆脳はこれではいおしまいっていうのもいいんですけど、はい、ちょうどなんかちょっと見えてますよね。見えてますね。<れ>かなり。なんだろう。これなんかありますよね。なんかプツプツというか、はい、粒状のものが見えますね。ありますね。ありますよね。はい。でもさっき胆脳感は前の方にあったわけですよ。そうですね。だから炭脳の底部,底部、はい、になるわけです。はい、ちょうどこの絵で言うと、この十二指腸乳頭部って書いてるんだ。 ろのそうです今こう上げてだいたこの辺りですねこの辺りになるわけですはいでここに今この丸だとかそうですねこになるわけですこうんか管状のものが入ってますよねありますねちょっと白くてビカビカで分かんないのでもうちょっとこう色落としてみましょうかるとだんだん見やすくなりました何でしょうというところです なんだろう。まず、よく胆脳ののお話で耳にするのは、まあ、胆石があるかないかっていうのは、まず大きいですかね。そうですね。すねまあ、ただ、胆石って、こんなふうに、この丸いものがいっぱいあるわけじゃなくて、はいうん、基本的にはこの胆のの中にあるものなんですよ。うん、ああ、もう大きくポンと。ポンとあること。はい、なので、これは実は胆のの壁の中にある、何かしらの、その結節なんですね、はい。あ、結節。ははい、は。 <え>えー、これだからああちょうどそうですね胆の腺千症ですねその通りです<ー>胆の腺千症なんですよ、ねはい、胆の腺千症なんだけれどもじゃあこれがどうしてそれが分かるんですかと、うん、そうですね、はい、そこが知りたいですね,ですね胆の腺千症って、うん、その種類の中に何がありましたっけ胆の腺千症はなんかあの胆のの構造であのロキス ロキやン諸不動そうそうそう。みたいな、あの、こう、くぼみが、こう、たくさんあって、そこになんかこう、た、たまったま,溜まってる。単純、ね、<laughs> が入ってるような。単純 <laughs> が,、ね、が入ってるわけです、はい。はい、なので、その、六キタやス諸不動っていうのを、うん、まあ、見ることができれば、はい、これは、まあ、そこは、あの、単能線筋症だということはわかるわけです。はい。 なんで、これを見たときに、結節みたいなものがあって、中に液体が溜まっている。しかもその液体っていうのが、反応の中と同じような、その色成分ですよね。これが下状になっていればより分かりやすいわけですよ。はははアショフトっていう銅っていうのはサイナスのことなので、サイナス感があればいいわけです。それが分かるのが、その MRCP をちょっと見てみましょうか。はい、これで、分かるときは分かるんでお。おお。 なんか、管感がないですか<あ>こういうところ。あります。丸、丸く見えますね。こう、なんか繋がってるだとか。あ、本当んとだ。一部、あの、もちろん見えないところもあると思うんですけど、はい、この連続してる管感があると、これはサイナスとして見れるので、えー、まあちょっと大きいですけれども、可、うん、能線筋症だと。へえー、これは単脳の、はい、あの、 部位としては、底部にできやすいとかあるんですかね底部はよく見ますね。そうなんですね。ちゃんとしと分類だとか、どれくらいできるかっていうのは、すみません、覚えてないですけれども、感覚として、底部だとか、体部にできることが多いです。体部にできるどうなるかっていうと、結節があるんで、堪能がくびれるんですよ。あ、そっか。こう、ちょっと氷坦型というか。そうなんです。氷坦型になると、単重って出やすいですか、出にくいですか。出にくいです。出にくそうですよね。となると、単重体をしてるので、 その瓢箪のお尻の方、頸部、はい、に近い方に、うん、胆石がよくあることがあります。がなるほど、あの動きがすごく小さくなってしまう。まうね、なるほど。ええ、なんか。これは、例えば胆嚢癌とか、そういったものだ。あの、もう、あの疾患としてあると思うんですけども、なんか。あの、どういった時に、そういう胆嚢癌であったり、こう胆嚢腺筋症見分け方とかってあるんでしょうか。うん、胆嚢癌って、胆嚢の壁に今できるもんですよね。うん、はい。 なので、壁にある結節っていうのがまず前提になってきます。まずは壁。はい、で大体、その胆石と胆の癌がんって、まあ、最初この小さいと見分けづらいわけです。はい。なので、まあ、15ミリ超えると、まあ、一応ちょっとその可能性もら<ー>考えとかなきゃいけないなっていうところで、あ<ー>まあエコーしたりとかしてみます。ああああエコー。じゃあ、こんなに大きい胆の癌がんがあったと、例仮定しましょう。うんうん、その時に、胆のだけとどまってるのかという<あ>考えが出ってきますよね。はいうんうん あんまり大きいものだったら、他になんか浸潤してたりだとか、ああ<ー>。結節を作っちゃってたりとか、はい、箸を起こしてたりとか、うん、そういうことを起こしやすいような、まあ、イメージが。そうですね。ありますよね。ねはい。なので、すごく大きいのに、周りに何も影響してないだとか、浸潤もなければ表面は平滑だしだとかっていうの、<ー>悪性感はあんまりないかなと。なるほど。 新腎がかなり大きな特徴ですね。まあは,はそうですね。悪性というのはその多臓器に入り込んでいくっていうのがやっぱり大きな特徴なんで、そういうのがこの方にはですね、まあないわけですよ。大きいんだけれども、肝臓は肝臓でちゃんと独立してるし、そうですね。はい、もうそこに胆の中にあるという感じで、そうですね。胆囊だけでまあとどまってる、とどまってる。こくっついてる割には、うんうん、なんていうか、あんまりその胆囊胆えっと肝臓が破壊されている感がないですよね。あ、そうですね。はい 何も影響を受けてない影響受けてないしす,、うんす。なのでこれ、胆脳に限局していて、大きいように浸潤してない。あ<ー>であれば良性でしょう。うん、というふう見方もできます。胆脳がんでもうこの端、底部とかにあったら、やっぱり肝炎の浸潤っていうのはしやすいんですね。まあしま、しやすやっぱり。はい、あ、そうです。くっついてますよね。はい。物理的にくっついちゃってるんで、胆脳上でくっついちゃってるんで、うんどうしても張り込みやすいですね。なるほど。うん いやー、すごい、初めてこんなに堪能を注視してままあ、<laughs> 見ましたね。な,ねなかなか見ないですね。はい、はい。では、はい、お時間も結構来ましたけども。そろそろ、あ、特 A ポイント忘れてました。えっと、IPMN の特 A ポイントです。全体像の把握には、細かい部分は MRCP が有用ですね。え、主水管型が、主水管の微慢性の拡張を、が見られる。 で、分子型がドウ状の濃厚、えー、性の病変が見られるということです。今回は分子型の方の症例でした。はい。はい。では本編は以上になります。ここから質疑応答に移ろうと思いますので、皆さん、あの、今回内容のことでもいいですし、あの症例のここも一回見せてくださいとか、そういったことでも大丈夫です。ぜひ質問をお寄せください。はい。 今日はたくさんコメントいただいて、ちょっと嬉しいですね。はい。ねはいろいろと、はい。言葉で言って。はい。いややっぱりなんか、ややこしいややこしいと思ってましたけど、簡単っす。<laughs> なんか、それぞれで見ていくと、だんだん見,見えるというか、ちょっと苦手感はなくなってきますね、徐々に。うん、あのー、うん、まあ、一個の絵として見ちゃうと、はいうん その頭の中で分解ができてないと何が何だかっていうのを整理するところから大変になっちゃうんですけど、一個ずつ押さえておくと、その 1, 1枚目、ね、を、まあ、因数分解して見ることができるじゃないですか。なるほど。はい、そとある程度分かりやすくなるかなと思います。一つ一つ見て、最後にトータルを見たら分かりやすいかもしれないですね。はい、はい。あ、改めて、寒空域の総復習をというお声をいただいてます。うん、ぜひ。はい がん、ね、区域、今回結構大きなテーマで取り上げさせていいたただきましたはいまあ、区域なんで、まずはうようと作用がありますよね、うようのほうがまず大きいです。うんうん、大きいです、す、はい、5678がありますと、うんうん、で、234というのが作用にありますよと、234、はいまあ、なのか、23だけなのかっていうのは、これはもうあの分類の仕方が違う,で<ー>違うので、えー、解剖学的作用だとか、うんうん、あとは機能的作用だとか、まあ、そのような言葉があったと思います。はい、はい でまあ、2、3っていうのがあこの外側区に相当していて、まあ、この上が2で下が3ですよね。なので頭とお尻の方を見ていただければと思います。2、3で。その分ける分類、はい、え分けるポイントっていうのは、えー、左冠状脈になっていますと。大体、はい、その辺で分かれてるのかなっていうのが見てればいいと思います。はいでえー、この なんていうか、物理的にくぼんでるところ。これは、肝釜状肝膜ですよね。そうですね。物理的ですはい。物理的に。はい。で、そのとおりなのは、S4 になります。S4。はい。4番ですね。はい。この4番があります。はい。で、残りが、5678と1番になるわけです。1番。はい。1番は、下大静脈の周囲にある、こう、尖ってるもの。これ、微静脈というふうに言われているものですよね。 なので例えば、外科の先生が美女用を押さえててっていうふうに言われたら、ここを押さえててといてうわけです。<laughs> はい。その中で、えー、じゃあ次、右の方で、5、6、7、8番何ですかっていうところですけども、うん、4の次は5なので、えー、5番っていうのが4に接しています。はい。まずいいですかね。4の隣が5。はい。で、えー、頭側が7、8番。お尻側が5、6番です。<laughs> これはこういうもんなんで、はいあの、覚えるしかないっていうのはあります。四、はい、本の次は5って言ったら、<laughs> うん、この下の方の前側、4にくっついてるんで、前側が5番になるわけです。はい、で、5、6っていうのが下側なんで、5の後ろにあるのが6番ですよね。6。はい。で、六の上にあるのが7番。<laughs> つながってるわけです。6の次7なんで、はい、急に飛んだりすることはないわけです。<laughs> 7で、7の隣が8番になるわけです。はい はい。で、7、8が上ということですね。はい、そうですね。ねえー、次は、ああ、まあ、この、えー、上と下、前、前、後ろですね。<laughs> どっちをどっちだっけって分からなかったら、両方とも足して13なので、はい。えー、5、8が前だし、はい。6、7が後ろですよっていうのが、なるほど、はい。分解の仕方になります。はい。これで、ある程度は、あの、セグメント、分かるかなと,うとそうですね。いや、もう、かなり、はい。 この画像での見ているのとこの図、よく教科書で見る図とか、またやっぱり思い起こすのが難しいところではあるので、ちょっと今日また何回も見返して、ぜひ皆さん問題を解く際にご利用ください。はい、はい、ありがとうございます。私も復習できてよかったです。はい、<laughs> はい。では他に質問などはございませんか全然あの、今からでもどんどん送っていただきたいんですけども、 えっと、先にでは、えっ、ー、と、次の勉強会の説明をさせていただこうかと思います。いはい、ありがとうございます。はい、私たち学生団体 MNIST は、通年を通して1年間で部位ごとに勉強会を開催しております。で、今回が簡単水の正常編で、次回が10月、簡単水の異常編、疾患編ですね、を行う予定です。 ぜひ、えー、この正常編のことを活かして参加していただけたらと思います。で、次回の簡単性疾患編で使用する、えー、疾患の種類であったり、こういうもののここの部分を見たいとか、そういったお声をとてもあの、いただけたらありがたいですので、勉強会に関するアンケートを概要欄に、えー、添付しておりますので、そちらからどんどんご意見をお寄せください。よろしくお願いします。 で、私たちが SNS、Twitter、Facebook、Instagram、えー、やっております。YouTube もこの,このような動画、また勉強会の切り抜き動画なども、えー、公開しておりますので、ぜひぜひご覧ください。ノートも、えー、どんどん更新しております。ぜひフォローお願いします。はい。では質問もなさそうですので、ここら辺で、はい。今回は終わりにしたいかなと思います。<laughs> いや今月もありがとうございました。はい、す大変勉強になりました。はい。では次回の疾患編もお楽しみによろしくお願いします。はい。ではありがとうございました。第9回勉強会は終わります。失礼します。